じゃあそろそろ出発するね。今日から始まる社員研修のため、パタパタと妻が玄関へ向かう。過去にも何度か研修に参加したいと言っていたけれど、入籍や引っ越しの前後と重なっていたので、参加しておいで、と送り出せる機会がなかった。しかし、今はだいぶ落ち着いてきたので、今回は頑張って来い、と妻を送り出すことにした。よし、二日ぐらいなら家のことは俺に任せとけ。え？研修は三日間だよ。本当に大丈夫？俺の空振りに妻は笑いながら靴を履いている。よし、三日ぐらいなら家のことは俺に任せとけ。本当、お願いしますよ。余裕持って早めに出るから見送りはいらないからね。行ってきます。そう言うと妻は研修の荷物を詰めた旅行バッグを持って玄関ドアの向こうへと消えていった。妻は今の仕事を楽しんでいるとはいえ、結婚してからしばらくは何かと忙しく思うようにいかないことも多かっただろう。なので今回は研修旅行ではあれど、同僚と募る話でもしながら羽を伸ばしてくれるといいな。夜、残業を終えて仕事を終えて帰宅する。決して妻の邪魔をしたいわけではないが、無事に研修先に着いたのかなど気になったので、メールでお疲れ様、初日は無事に終わった？とだけ送ってみた。すると間もなく返信があり、そこには終わったよとだけ書かれていた。時間的にはもう夕飯も風呂も終わっている時間だろう。きっと部屋で一人でくつろいでいるのかもしれない。そう思った俺は2、3ことでいいから声を聞きたいと思い電話した。しかし、メール返信の速さとは逆で、呼び出し音が止まることはない。タイミングの問題ならば、そのうちかけ直してくれるだろうと思い、電話を切ると、少し間を空けてから、妻からコールバックがあった。何？何か困ったことあったの？いや、困ったこととかはないけど、研修初日、どんな感じだったかな？と思って、そう、特に何もないよ。それと研修中は課題とかに集中したいから、あまり携帯見ないようにしてるの。今はたまたま手が空いてたけど、研修が終わるまでは緊急のこと以外連絡してこないでほしいの。メールもダメなの？メールなら時間がある時に見れるでしょ？送るのはいいけど、あんまり見れないと思うし、返せないから。そっか、前から楽しみにしてた研修だもんな。わかったよ。何か困ったことがあったら連絡して。じゃあおやすみ。そう言うと妻の方も一言おやすみと言って通話は終了した。ちょっと寂しさを感じるが、これも妻のためと思い、俺はコンビニ弁当と缶ビールとスポーツニュースでごまかした。しかしあっという間に3日目を迎えた。駅に着くのが俺の就業時間と近ければ迎えに行こうと思い、妻にメールをしてみる。もしかしたら最終日の朝で忙しければしばらく返信が返ってこないかもしれないと思って携帯をポケットにしまうと、すぐに返信があった。そこには何時の電車に乗るかまだわからないし、遅くなりそうだから先に帰っててと書かれていた。3日ぶりに顔を見れるので一緒に外食でもして帰ろうと思ったが、自分だけ外で夕飯を済ませて帰宅することにした。帰宅して風呂から上がると、携帯にメールが入っていた。妻からだった。あとちょっとで家に着いちゃう。涙。3日間の旅行&運転お疲れ様。ほんと楽しかったね。ヒロシとあんなに長い時間過ごすの初めてで、幸せだった。あんなに長い時間ヒロシと抱き合ってたのも、笑。また旅行に行けたら、もっとサービスするね。ちぐはぐな内容に理解が追いつかず、もう一度読み返そうとすると、玄関のドアが開いた。ただいま。楽しかったけど、課題が多くて疲れちゃった。とりあえず、お風呂入りたいな。疲れたふりをして帰宅した妻は、旅行バッグを置き、部屋の突き当たりのソファーに全体重を預けた。その光景を見ている間に、先ほどのメールの内容に、頭が追いついた俺は、ほんと、お疲れ様、と言いながら、ソファーで、
上着を脱ごうとした妻に、先ほどのメールが開かれたままの携帯を妻に渡す、不意に渡された携帯の画面を見て、視線が四五往復したところで、妻の上着を脱ぐ動きは止まり、しばらく視線を往復しながら硬直した。一向に動かない妻に話しかける。ねえ、旅行ってどこ行ったの？何食べたの？宿泊先はどんな感じ？どんなサービスしたの？誰に？妻は今まさにメール誤爆の爆心地にいる。かすかに動いた口からは、いや、と弁解の言葉を切り出そうとする様子が伺えるが、大きく深呼吸すると、ええ、そうよ。ヒロシって言ってね。一緒に温泉旅行に行ってたの。3日間。ずっと一緒にね。もちろん、体の関係だってあったわ。だから、雄大からの連絡は、極力取りたくなかったの。と、先ほどのメールの弁解ではなく、解説をまくし立てた。なんでそんなこと。いつからそいつと関係が？いつからだっていいでしょ？もう私の本命は、ヒロシだって。今回の旅行で確信したから。ほら、離婚届ももう、用意してあるし、離婚してよ。そう言って妻は、旅行バッグから、妻の欄がすべて、記入された離婚届を取り出し、俺の携帯と一緒に、俺の胸へ、押し付けてきた。そんな、俺は離婚なんてしたくないよ。今回のことだって、なかったことにするから、考え直してくれよ。私は雄大との生活は、もう嫌なの。離婚してヒロシと再婚するの。慰謝料だって、ちゃんと払うし、さっさとサインしてよ。わかった。離婚届はちゃんと書くよ。だけど提出までは、少し時間をくれないか？本当に？ありがとう。何かと手続き、都合とかもあるだろうし、しばらく余ってあげるから。俺の渋々の同意に、妻は大喜びで、風呂へと向かった。俺はついさっき渡された。離婚届を記入し、妻が風呂から上がるのを待たずに、寝室へと向かった。それから数週間、仮面夫婦で過ごしていたある晩、妻から、ちょっと、話があるんだけど、と言われた。妻が旅行から帰って以来、ずっと無表情の俺の顔から、視線をそらしながら、妻が言葉を選んでいる。あのね、ヒロシと別れたの。ヒロシ、他にも女がいたみたいで、私が結婚の話をしたら、お前のことは結婚するまでは好きじゃないって言われちゃった。だから離婚するっていう話は取り消してまた夫婦でやっていこうよ。その話を聞いて、俺の表情は一気に華やぐ。そうだったんだね。わかった。離婚しよう。うん。え？自分のしてきたことを話せば、帳消しにでもできると思っていたのか。妻が、俺の方を見て、目をまん丸にしている。ほら、お前あんなに真剣に、離婚したいって言ってただろ？だからちゃんとその思いに応えてやるよ。それは、ヒロシと再婚できると思ってたからよ。それがなければ離婚したいなんて言わないわ。俺だってお前が、不倫なんかしなければ、離婚に同意なんかしないよ。じゃあなんで、すぐに離婚届出さなかったのよ。離婚届もらってから、とりあえず、相手の男のこと調べたんだよ。それで他に女が二人いることとか分かったから、そこで離婚が決まったお前が相手に再婚迫ったら離れるだろうと思って、それまで時間稼ぎさせてもらったよ。あと約束通り慰謝料の請求もさせてもらうから、俺の話に離婚と再婚で有頂天になっていたのは自分一人だったと理解したのか、妻の顔が青ざめてゆく。すべては自分が蒔いた種ではあるが、その種がいつしか視界に入りきれないほど大きな木になってしまっていたようだ。本当にごめんなさい。私がどうかしていたの。だから離婚は取り下げてください。お願いします。すいませんでした。妻は考えつく限りの食材の言葉を吐き出し土下座をし始めたが、俺はすべての欄を埋めた離婚届を手に妻の前を通り過ぎ、家を出た。その足で役所に提出した離婚届は何の問題もなく受理され、その後話し合った結果、慰謝料もそれなりの金額を受け取った。それから数ヶ月が経ち、新しい彼女ができた。
次の長期休暇は二人で休みを合わせたので少し遠くへ旅行をする予定だ。もちろんちゃんとお互い周囲の人に言える旅行だ。